皆さんこんにちは、連合会長の吉野です。私たち連合は結成以来、核兵器の廃絶、そして平和で安定した社会、暮らしの実現を目指しています。残念ながら今、ウクライナの地ではロシアによる軍事侵攻が続いています。報道によれば、子どもを含め多くの民間人が犠牲になっており、これまでの平和な暮らしが脅かされています。ウクライナ東部地域の一方的な独立承認など、この間の一連のロシアの行為はウクライナの領土と主権を侵害し、紛争の平和的解決を義務付ける国際法に反するものです。連合はロシアの軍事侵攻を厳しく非難し、即時の作戦中止と撤退を強く求めます。ロシアのプーチン大統領は核兵器を使用する部隊に警戒態勢を強化するよう指示したと報道されています。非人道的な核兵器の使用はもとより、核兵器の力を背景に圧力をかけること自体、到底許されるものではありません。今から77年前、広島と長崎に原子爆弾が投下され、多くの尊い命が奪われました。一瞬で人の命が、日常が、大切なものが奪われる、あのような悲劇を繰り返してはなりません。日本政府にはロシアの軍事侵攻に対して諸外国と連携して収拾に向けた動きを加速することを求めます。私たち連合は核兵器のない平和で安定した世界を目指して、皆様と共に取り組みを続けていきます。連合はウクライナ国民と連帯します。連合ソリダリーナズ・ウクライスキン・ナロードン。